私はいい子だな。もう至れり尽くせりって感じ。うちの連中にも見習ってほしいもんだぜ。今日はそんなに忙しくなかったからね。一緒にテレビでも見て時間を潰さない？おお、いいね。じゃ、競馬の中継はやってるか？それはやってないかも。そもそもそういうのって放送していいんだっけ？そっかそっか。じゃあベストビドの総集編は？そのビデオはちょうど貸し出し中なの。なら株式レビュー最前線はどうだい？どうしてさっきからそういう番組ばっかりなの？適当に時間を潰せるなら何でもいいぜ。ラッキーエリーの抽選までまだ1時間もあるからさ。いや待てよ、確か私前にビデオを予約したような。君の力が必要だ。だね、もう届いてるよ。おお、やっぱ若いと記憶もしっかりしてるんだな。それじゃ一緒にそいつを見ようぜ。いいよ、そうしよっか。なんだかちゃんとした仕事ばっかりだな。最近結構暇だからバイトでも探そうと思ってたんだけど、時代の変化ってのはでかいよな。私が若い頃してたような仕事はもうみんな消えちまったんじゃないか。パイパーって前はどんな仕事をしてたの？そうだな、氷でできたエーテリアスの像が欲しいとかいう雇い主がいたぜ。変な依頼だろ。でもそこは私っていうか、なんて言ったかな、なんとかの知恵、とにかくその時の私はまだ冴えてたんだぜ。冷凍輸送車でホローに突っ込むだろ。お目当てのを捕まえたらコンテナに押し込んでホローを出る。ほら、これでエーテリアスの製氷皿が一丁上がりって寸法でいい。おー、それとキャンピングカーの改造もやったっけ。最後の仕上げって時にキッチンスペースの確保を忘れるポカに気づいたんだよな。まあすごいオンボロ車だったおかげで一応なんとかなったんだけど、エンジンなんておっさんの咳みたいな音がしてて、ずいぶん経った今でもまだ覚えてるくらいでさ。とりあえずそいつ頼みで運転してりゃ勝手に目玉焼きが焼けるようにボンネットの素材だけ変えたんだ。なんかシャレオツだろ。今流行りのオープンキッチンの先駆けってやつだぜ。へえ、聞いているだけですっごく面白そう。今でもそんな仕事があったら私もやってみたいかも。世の中が変わるのは本当にあっという間だ。今じゃたくさんの仕事をボンプがやってるけど、あいつらの足が短くてよかったぜ。うんちゃんの仕事まで取られちゃたまんないからな。でもいつかは足の長いボンプが出てくるかもだし、そうなったら私は路頭に迷っちまうぜ。そん時はプロキシンとこのソファーで寝かしてくれよな。そういう時はせめてビデオ屋で働かせてとか言うもんじゃないの？おいおい、私はもうそろ引退してゆっくりする年なんだぜ。あんま無茶言わないでくれ。
ま、毎日スクラッチを削るくらいなら任されてやってもいいぜ。昔馬券を買ってた頃はかなり運に恵まれてた方だからな。そんじゃ決まりってことにしようぜ。